はい、皆さんこんにちは、しなたんです。本日は皆様に重大告知があります。はい、もうツイッターとかインスタとか見てくれてる方はご存知だと思うんですけど、この度私アベマ TV で放送される今日好きになりました第6弾に出演することが決まりました。はい、ね、本当にずっと言いたくって、もうねうずうずしてたんですけど、やっと告知ができます。はい、でこの前の今日好きになりました第2弾の同窓会の後にその第6弾の告知があって、その時に気づいてくれてリプとか送ってくれた子がたくさんいて本当に嬉しかったです。 YouTube のコメント欄とかでもね、結構今日好きになりました出演するんですかみたいな、おめでとうございますっていうコメントもねいただいてたので、ちょっとまた YouTube でもね、こうやって改めて動画にしようと思って動画にしております。今日はねそんな感じの報告みたいな動画になるんですけど、まずなんで出ようと思ったのかっていうことなんですけど、今日好きになりましたのオーディションがあって、オーディション参加してみないって声がかかって、でもぜひやりたいなと思って今回ちょっとオーディションに行って合格できました。で私本当に恋愛とか全然したこともなければ、彼氏もいたこともないしみたいな、本当に無縁だったんですけど、ちょっとね今回勇気を振り絞ってチャレンジすることにしました。でまだの詳しいね内容とかどういうことしたよとかは言えないんですけど、1月の29日の月曜日夜11時から何週間に分けて毎週月曜日に放送されます。でまだ何回放送されるかはちょっとわからないんですけど、まあ3回か4回ぐらいは放送していただけるんじゃないかなと思います。ということで皆さん、毎週月曜日の夜11時はアベマ TV っていうアプリの中で放送される今日好きになりましたという番組をぜひご覧ください。今回の第6弾のメンバーみんな本当に仲良くって、すっごい撮影も楽しくって、もうその撮影が終わった後もみんなでいろいろ話してて、グループとかで話してるんですけど、1泊2日で声はできるのかみたいな感じなんですけど、本当に1泊2日じゃ足りないぐらい楽しめました。もうね今日好きになりましたご存知の方たくさんいると思うので、どんな感じっていうのは想像ついてるかなと思うんですけど、今回から新ルールがねいくつかね加わったりしてて、またちょっとねいつもの今日好きになりましたとは違う感じになっているので、今まで見てた方ももちろん初めて見る方もすごく楽しめる内容になってるのではないかなと思います。というわけで皆さんもぜひ月曜日夜11時やることないなって思ったら、ぜひアベマ TV というアプリを取って今日好きになりましたぜひ見てみてください。果たして私は彼氏ができたのか恋できたのか、ここら辺もぜひ注目しながら見ていただけると嬉しいです。はい、というわけでちょっと今回はこんな感じで喋るだけの告知の動画になってしまったんですけど、また明日からちゃんと動画出していくので、ぜひこれからも見ていただけると嬉しいです。というわけで最後まで見てくれてありがとうございました。よかったら高評価とチャンネル登録お待ちしております。ではバイバーイ、みんな見てねー。